長年ラーメンの達人のもとで修行し、開業資金の借り入れをし、ようやく開店させた小さなラーメン屋。師匠からは最近バカッターがいるからアルバイトには気をつけろと釘を刺されていたので、当分の間は自分一人でやろうと決めていた。味には自信がある。だから一度食べてもらえば好きになってもらえる。そう心に決め、お客さん一人一人を大切にしていこうと考えていた。わずか10席の小さな店だったが、立地条件にこだわった甲斐もあり、順調にリピーターも増えていった。そんなある日、一人のお客さんが来店した。深々と帽子をかぶり、大きなマスクをしている。そのお客が注文したラーメンを食べるとき、マスクと帽子を取った。そこで見たのは、たまにテレビで見る誰もが知っている男性タレント A だった。バラエティ番組で活躍しているそのタレントは、テレビではいつも明るくて面白かった。しかし、今目の前にいる A は、オーラもなく、暗くつまらない男だった。俺は隙を見て、スマホで動画と写真を一枚だけ撮った。会計の時、味はいかがでしたか?と聞いてみたが、不愛想に、ああ、美味しかったよ、と言ってくれた。テレビではいつも面白いのに、なんだかすごく物足りない感じがした。閉店時間になり、後片付けが一段落し、スマホを見ていた時、店のツイッターに今日来店した A の写真を何気なくアップした。写真とともに、テレビで見る A とは天と地の差、普段はつまらない男なのかな、と何も考えずコメントを添えてアップした。次の日、友人からの電話で目が覚めた。お前、何アップしてんだよ。え?俺は何が何だかさっぱりわからず、友人の話に耳を傾けた。勝手に芸能人の写真をアップしただろ。しかもつまらない男だなんて。しかも店のツイッターアカウントじゃないか。何やってんだよ。それでも俺は、その時点では事の重大さに気づいていなかった。しばらくして、落ち着いてからスマホで店のツイッターを覗いてみた。普段は数件のいいねがある程度だったが、昨日の A のツイートには異常なまでの批判コメの数々があった。芸能人のプライベートを晒すなんて最低な店。普段はつまらないなんて当たり前だろ。客の写真を勝手にアップする最低な店。この前初めて行ったけど、もう二度と行かないわ。あの店主ならやりかねないな。俺はいつしかスマホを持つ手の震えが止まらなくなっていた。全身から血の気が引き、背筋がゾクッとし、座り込んだまま動けなくなった。ふと気がついたら、1時間も座り込んでいた。そしてお詫びのツイートをし、問題となったツイートも削除した。俺は慌てて店に行き、仕込みをしようとしたが、普段めったにならない店の電話が鳴りっぱなしだった。もしもし。お前はバカなのか?何様なんだよ。早く店、潰した方がいいよ。テレビ局の者ですが、昨日のツイートについて、ぜひ取材させてください。店には苦情や冷やかしの電話、さらには文句を言うためだけに来店する客も現れるようになった。とても営業どころじゃない。店に張り紙をし、一時的に休業することになった。夜まで店で電話対応などをし、深夜ようやく自宅に帰ると、ポストには切手が貼られていない苦情の手紙が入っていた。つまり、すでに住所も特定されているということだった。次の日からはピンポンダッシュもされ、俺のプライベートは全くなくなってしまった。テレビをつけると、なんとワイドショーで俺のツイートが映され、コメンテーターによりボロクソに叩かれていた。ようやく店が軌道に乗り始めていたのに。1ヶ月後、精神的に追い詰められた俺は、結局店を閉めることにした。残ったのは莫大な借金。
そして二度とラーメン屋としては再起できないかもしれないという絶望感。タレントの A や A の事務所は何も言ってこないが、本当に申し訳ないことをしてしまった。あの時変なツイートをしなければ、もしかしたら A が他のタレントに俺の店を紹介していたかもしれない。どこかの番組で俺の店の名前を言ってくれてたかもしれない。その可能性も俺の軽はずみな行動のせいで全くなくなってしまったのだ。結局アルバイトではなく店主である俺がバカッターだったのだ。本日はこれでおしまい。レイでした。ではまた見に来てね。